プラットミュージック。気づいているのでしょう。じゃあねまた元気でダメだった最後くらい笑顔でいたかったのに、どうして終わりが来ると知っていて、それでも僕らは恋をするの。第7弾、今回は光が帰ってくれました。イエーイ、ありがとうございます。今回は影帽子というプラットミュージック初のラブバラードを書かせていただいたんですが、皆さんどうでしたでしょうか。いい曲でした。ありがとうございました。男女の掛け合いとかもあって新しいプラソニカの一面をお見せできたんじゃないかなと思うので、ぜひぜひたくさん聴いてみてください。ファミリーマートで見つけたら教えてね。教えてね。お願いします。バイバイ。